普通怪我人に向かってもうダメとか言うか。やっぱりあの店長人格的に問題ありだろ。つうか誰だ刺した奴ら。昔のことをおちょくってきやがって。あれは天使。死に際にすげえもん見たな。と思ってたのに生きてる。とんでもなく順調に回復して速攻で退院させられた。たけ払えねえわこんなん。